ちょっとだけのメイクタイムです。ちょっと待ってね。わあ。わあ。ナチモも好きですか？でも基本毎日ねナチュラルだよ。なんかね、結構メイクが薄くなる人なんですよ。もともと顔がちょっと濃ゆめだからあんま変わらんっていうのもある。あわあわブクブクありがとう。あわあわブクブク、あーそう、山が5位ありがとう。すごい名前がさ載ってて嬉しかったです。載ってないってちょっと思ってたんですけど、やっぱみんな可愛いから。ありがとうございます。ナチュラル、こんばんは。ダメダメつきちゃん見えないかな、配信やったら。目指せ子役。そうだね、ほんと目指せ。もうまだまだ出てないメンバーもいるから、あれなんだっけ、記事っていうか順番やからさ、写真が。だから頑張ります。先生マジそこ。そこなのか。夏まって大丈夫よ、ありがとう。今涼んでる。そう、もう七夕終わったんだけど、七夕終わったんだけど、ちょっともうちょっと飾ろうと思って。結構まだ不安っていうか自信は全然なくてね。そうなので、見てくださったらすごく喜びます。山が終わるまでは分からんけど、夏祭りとかの仕様とかなんかの別の仕様に変わるときに、そう、ハロウィンのお化け落とし串。そうだよね、なんか次のなんかの仕様に変えるときに。山が通過しました、ありがとう。頑張りますので、ありがとうございます。ほんとよし、これで OK。 ちょっとメイクしてる感じになったかな。つきすぎた、つきすぎた。配信だとちょうどね。今日おもんが完成させるよ。完成できるかわかんないけど、よし。
ンマグラビアを見るたびに、もんちゃんかわいいって、本当ありがとう。使ってるよ。ちょっとメイクしてるけど大人っぽく、なんかあの発色がやっぱ配信ってね、すごい発色ないっていうか薄く見えるんよ。だからちょっと濃ゆめにつけてて、ほっぺとかするとそうメイクしてる感じが出る。そう今日メイクしとったんだけど、お家帰ってから肌だけ落としたんよ。お肌休めなきゃと思って、だからちょっとねほっぺとかもう落ちてたからつけ足したよ。どうしようかな髪。うん、いっか。じゃあもうかのモモンガさん、ここちょっとふさふさにしようかな。もうちょっとメールで話した通り、かわいい尻尾でしょ。でも今日は顔を完成させて、そういい感じなの。めっちゃすごいさ、ここの部分とか、ここの部分を作ってる時本当に喋れないぐらい集中しちゃうから、ちょっと配信でやっちゃったら多分もうももが集中モード入っちゃうから、ここまでは一旦自分で完成させたんだけど、そうもうそう、お顔だったらね、そんな集中はするかもしれんけど、そんな時間はかかんないから。大丈夫だもん。いや喋りたいじゃん。うまくいってる？嬉しい。結構自分もねこういうものづくり系とか不器用なことが多いんですけど、初めてあんまり不器用じゃないなって思った。まだまだいっぱい。モンガを持ってきて、モンガを見ながらこんな感じね、ここまでスムーズに結構できたよ。でもなんか耳が2個同じ感じにするのが難しくて、ここがちょっと難しかったかな。ちょっとこっちの方が薄いから後で付け足そうって思ってる。仕上げでねちょっとやろうかなと思ってます。今回ね初めてだね、ニートルフェルト自体そんなもんもなんかそんなに経験ないっていうか、前一個作っていつも挫折しちゃうことの方が多かったから。揃ってるように見える。そう大体はね結構揃ってる。ちょっとだけふわふわ感足そうかな、ここに。あこのなんかめっちゃこう針を刺しちゃうとさ、すごい、揃うんですけど、ふわふわ感はなくなるので、あんまり上からは刺さずにしてふわふわ感を出します。しっかり耳になっとるでしょ。そうここが難しかったの。モンガちゃん痛い言わんで。痛い言ったらもうかわいそうになってくる。ごめんよって。まああんまりふわふわ感出すの難しいんですけど、まあこんな感じかな、さっきよりは。モンちゃんの指が大丈夫、もう3回ぐらい刺してるんよ私自分の指を。でも何にもなってないから大丈夫。
そうチクチクしてそう固めるものやから、そうふわふわ感は難しい。ここが難しくて、本当はなんかワシャワシャワシャーみたいなやつなんですよここ。けどそのワシャワシャ感を出すのが難しい。別のもので出した方が良かったのか、なんか別のもの買って、でも良い。顔やね、黒だそう。黒なんかいつもはさ失敗しちゃってさ面白い作品ができてさみんなと一緒に笑っとることが多いんだけど、ちょっと今回だけはうまくいかしたいなここまでガチになったから。あのさいつもはさそんなにじゃ なんだけど、ちょっと今回結構頑張ったんよね。ママが好き、ママが好き。今んとこそう順調、今んとこ。あ、ブラシでできるんかな。どうやったらいいんやろね、こういうの難しい、初心者や。あ、ピアノピーさん、ハートありがとう。恋してカープさん、あわあわありがとう。海様さん、鉄砲ありがとう。水鉄砲か、ドラガンさん、水鉄砲ありがとう。トシさん、あわあわありがとう。海様さん、かわいいありがとう。ダーさん、あわあわありがとう。ヤスさん、水鉄砲ありがとう。現場監督さん、水鉄砲ありがとう。エイトさん、水鉄砲ありがとう。ドラゴンさん、涼しいありがとう。そう、今回はうまく作りたい。顔がね、だんだんモモンガになっていくの嬉しい。そうなんや。でもなんかそんなに顔はこう遠く目を入れていきたいな。ちっちゃめの、ちょびひげは入れんよ。おもがちゃんちょびひげないんですよ。とりゃ目ここかな。あ、これ目から作って、どこから作った方がいいんだろう。これはだんだん、目からでいいのかな。一応ね、最悪のけれるんよこれ多分。作るとそう愛着、これが目になるんだよ。上から白いので、あのこの目の輝きは、あの、ここの残りの白でそのまま埋め込んだら、あ、そうなんだ。でもあと白がちょっとしか残ってなくてね、大きく作りすぎちゃったのよ。だからそう、鼻から作ってた。いいよいいよ、リカバリー可能。そう、そこまで押し込まんかったら可能。なんか緊張してきた。モモンガめっちゃ目大きい。あなた目が大きいのよ、ほんと。ちいかわのキャラクターの中でも大きいんじゃない？めっちゃ目が。ギャーン。まだまだあの埋め込んでないんですけど、足とかからちょっと、いや、あのね、ちょっとだけ残してるんよね。めっちゃちょっとなんだけど、
もうこれよりもっと大きいからね、足さなきゃいけない。もっと大きいね。しかもちょっと横に広いな。よいしょよいしょ、よし足していきやす。時間かからんとか言って時間かかりそうやな、ごめんよちょっと完成一緒に見てほしかったんよ私。そうみんなもそう完成見せてねって言ってくれたから。でも細くこうやってしてあんま毛むくじゃらにならないようにこう猫のひげみたいなった。そうでもないか。よいしょ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 。今日固めだけめっちゃ遅い。それはだいぶ確かにね。でもじゃん、集中。今んとこだんだん目を大きくしてってる段階ですなんかめっちゃビヨーンってなラーメンマネそう、顔面サクサクと。ごめん、お目目つけてあげてるから。集中。全集中今日がそう一番大事なとこだよ。もう顔のバランス全てがかかってるから大事だね多分。いけてるかな。なんか完成してみんと顔のバランスわからんよね。じゃん、こんな集中しても嘘。今めっちゃ集中してる。もうか今どれぐらい集中してる。もう目と鼻で、なんかこれ鼻か彼かよくわかんないんだよね、ももがちゃんのここ。そう難しいよね。もーちゃんウィンク、もーかウィンクできるやん。もーかウィンクできます。でもね、こっちはあんまりできないの。できるけど、こっちの方が得意なの。そう。アニメを見てる、いやアニメを見てる時より集中しとるかもしれん。もしかしたら。眉毛めっちゃちっちゃいのがあるんよ。ほら見て、この眉毛あるかないかレベルの。もうめでかいなウィンクしてウィンクしてもんがちゃん。確かにそれもまた作ってみたいね。かわいい絶対。ニードルフィルターとか後で調整できたりするとこがいいとこ。これが眉毛。そうちょっとの眉毛。え、これ眉毛じゃないのかな。え、これ眉毛じゃないんかね。そう、
あ、眉間のシワなんかの眉ではじゃないのかな、この子にとって。眉毛ないのかな、うん、が。まあこんな感じ。なんか黒いだけだと怖い、まだ怖い怖い。眉毛にしてはもう確かにもうなんかもうあるみたいな。え、これ眉間のシワか。そっか、眉毛じゃないのかこの子。眉毛どうしたの、剃っちゃったの、あなた全剃りしたの。あ、確かに他の子眉毛あるよね。ちいかわとかあの困り顔みたいな、なんかみたいな眉毛だよね。そう、で、じゃあ眉毛ももんがちゃんだけないのかな。まだもっと大きいのかな。もっと大きいね。あともっと大きい。ももがちゃんでもあのキャラ的に、キャラ的にちょっと怖いから。ハチワレも手見ての眉毛。ハチワレちゃんはそれ眉毛なんかな。もっと大きい？これまさかの。シーサーちゃん眉毛。そう、シーサーちゃんはあのなんかなんていうんだろう、なんかヒヨロロみたいな。あの眉毛の形はなんていうんだろう、わかんないけど。そう。あつまもんげちゃん、あつまもんげちゃん、もんが作ってるよ今。なんかなんて言ったらいいんだろう、シーサーちゃんのこれなんて読むんだ、なんとか眉って書いてくれてるのに感じが。なあ、もう怖いわ。途中経過怖い。でも今のところ目がもうちょっと大きいかな。まだね、しあの白い光がないから怖いんですけど。そうね、怖いよね。そう、しかも白の輝きがないとこんな怖いんやなって。あと、もう一個作ってみて、大きさをこうバランスを見ながら増やしていく形にします。なんか片目だとどういう感じか。2個黒目ついたら怖いかもしれん、ちょっと途中経過。こうやってね、こうやって丸めるとやりやすい。こう細くして。三つ目にしないよ。大丈夫だよ。宇宙人、確かに目でっかいからさ、この目のキラキラがさ大事なの。だって人間もさ、この白目なかったらほんと怖いじゃん。もうそれこそ、そう、三つ目にせわ。いや、漫画の絵とかってほんと白目大事、大事、白目っていうか白いとこ大事に。
動物はそうだね、鹿さんとかは白目ないけど可愛い。確かにグルタは黒目だけ、あ確かに、なんで怖くないんやろ。なんでだろうな。あでもなんか鹿さんとかってちょっと茶色めよね。あの真っ暗なのあるかな。確かに動物さんはねバランスなんだろうね。もうやばい、これうまくいくかな、うまくいくかな。今2個目の目が作られております。よいしょ、こんばんは。ふわとりゃ、あ、RG さんカラコンしてたから、最初カラコンしてるって聞くまでさ、えって思うの、びっくりした。目はチクチクして違うよ。まあ確かにそうだけど、そんな怖いこと言っちゃダメだよ。目がとか言っちゃダメだよ。今モンガの闇落ちバージョンができて、違うよ、私はそんなやばいことしてないから。かわいい、かわいいの、なんか黒い涙出てる子みたいになって。大きさは後で調整みたいな感じです。目のモンが闇落ちバージョン作成になってる。今白い輝きを入れないと。ポケモン、ポケモンかある。あでも確かにちょっと2個黒目ができたら見せるね。もうちょっと多分ね、もう片目もうちょっとでかくする。こっちでかくできた。ただちょっとキモくじゃなくなってきる。まつげギャンギャン面白い作品になりそう。でもなんか面白いのも今度作ってみたいな。これは結構ガチモードなんだけど、大きさがそう今ねこっちがでかいんですよ。だからこっちをもうちょっと大きく今からします。そうやっぱモモンガちゃんって目がとにかくでかいんよ。それに合わせていこうと思います。そうでもあ止まってないよね。私結構ねこういうの好きなんですよ。単純作業をずっと続けるのめっちゃ。あれなんかチコチコ塗ってるんかな。モモンガ飼ってないよ。モモンガの動物を見るのは好きだけど飼ってはない。モモンガってまず飼えるのかな。飼ってる人いるのかな。ちょっととあれになった、止まっちゃった、大丈夫かな、なんでやろ。ファ戻った、よかった、なんでやろう。フクロモモンガペットで人気、え、あ、そうなんだ。絶対可愛いだろうな。おかえりただいま、ごめんね、なんかなぜか ループかわかんないけど止まっちゃってたみたい。なんか、うん、
昨日パン見つけた仕事なんだもう朝かと一人ごつ。あ、そう、日本針だよ。やっけたパンにバッタぬりぬりやんだ雨は飛ばしてママ乾き変な足跡だと思ったら昨日なんだっけなんだっけ。よし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 、怖い怖い闇落ち、闇落ちモモンガができた。目の光を荒れてあげないと。昨日パンつけた足跡。あ、そうだ、ありがとう、聞いたことある。そう、これもうあれよ、ちいかわの歌これちょっと周りにさ、ミニヨンってさなってるんですけど、あとでハサミで切ろうかな。そう、ここから次何に行こう目の輝き入れた方がいいかな先にあ、確かにサングラス、ここにこの線を入れたらもう白目が重要なんですよ。ここ一番の白目。目に魂を。こちら覚えといてください。このまだ魂が入ってないの。そうだ、目の輝きを入れていきます。もう本当に補足してこう補足して補足して、作り方が合ってるかは分かんないけど、こうするとやりやすい。まず上がね、上の輝きがとてもでかい。下はなんか線みたいな感じで、もっと細いな。いや、そう、私流。正式な作り方は分からんけど、やりやすい感じでやってる。もう耳とかも説明書一切ないから、自分でこれだったらやりやすいかなみたいな感じでやってるよ。ぬん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 、難しそうなんだけど。うさりなのモモンガです。今見せてもまだ怖いんだけど。ぬん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 難しい。順調すぎて、ほんと順調かな。自分で考え、でもなんかフェルトで、そのモモンガではないんだけど、ちいかわを作ってる人がいたんね。めっちゃうまい人がいて、その人のちょっと作り方とかを参考に見てるんですけど、その人はもうプロ級に、っていうかプロなのかな分かんないけど、うまいからもうサクサクできちゃうんですよ。私はまだもうほんと初心者やから、し
かもこのぬいぐるみよりもねちっちゃいんですよサイズが、フェルトの。だからねちょっとだいぶちっちゃいです。入れていきます。魂よ。今魂入れてます。魂今上の魂めっちゃ怖いモモンガになって、えぞ楽しみにとく今上の魂を入れて、で下入れて変だったら上をもうちょっと直します。下はもうほぼね線みたいな感じです。かわいい。今んとこまだかわいいよね。ほらちょっとなんか怖さが黒目の時ちょっと怖かったからちょっとね、マシになったのではないでしょう。そう、愛を込めて。モモンガの声真似はわかんない。チーカーだった。あっ、あーで。チーカーしかわかってない。そう。ハサミ持ってきたらよかったな。ないの。カイコがつけて、そう。今んとこいい感じなの。今んとこねこっからが勝負だからわかんないけど、これでめっちゃ怖くなっちゃったらどうしよう。よいしょ、好きです。なんか告白された、ありがとうじゃん、魂を。込めて。こんばんは。細かい作業、どうなんだろう。でも好きなんかな。どう思う、私って細かい作業好きなんかな。俺も好きありがとう、こんばんは。魂をもうちょっと、こんばんは。行きます。水族館にして、水族館いいね。何行きますか好きだと思うかな。飽きない。でも何個もは無理かもしれん、さすがに。こうやって、ここが難しいもうちょっとコロコロして、目の光がすっごい難しい。イルカショーに行って水一緒にかぶりたい。イルカショー水、でもなんか楽しそう。いつも逃げちゃうから水かかると。
こんばんは。この目さえできたら結構いい感じなんだけどな。イエイ。お前さ、お友達の言ったことあるかな、お友達のお家のさ、あのさ、なんだっけ、お友達のあ、そう、お友達の家のエアコンの温度が19度で、昔すっごいびっくりしたことがある。まあ言ったことあるかも。え、19度、本当？寒くないの？寒くないよって言われて、えぇ？って本当に寒くないのって思いました、その時。皆さんは何度ですか？今何度ですか？夏は。私はでも今このモモンガに集中しすぎて暑くて22度にしてしまいました。いつもは24度とか23？23でもちょっと寒いかなって思うんですけど、24 18 18。 やばい、超えた、友達超えてる人いた。27。そう、大体私は24とか23なんですよ。ちょっと今フェルト作りに集中しすぎてめっちゃ暑い。最初25。でも19度って私たちがレッスンする時のめっちゃ踊ってもう汗だくの時につける温度が19度なんですよ。なんか友達のお家はそう、別に運動とかしてなくても23寒いから、結構もう時間、夜さ寝る時にずっとつけるの嫌なんよ私。なんかすごいずっと一日中つけるのがあんま好きじゃなくて、夜1時間だけ設定して、で23度にして、それで1時間で切れて寝るみたいな。でまあ朝方また暑くて起きるんですけどね。でもずっとクーラーをつけすぎると喉になんか来ちゃって、こうそのなんか咳が出だしたりしちゃうから、つけばね、しちゃうよね。私も時間設定やってないと忘れちゃう。そう、暑くて途中で来ちゃうよね。そう、今目の光が入ったんですけど、上の光がちょっと少ないので、上の光を足していきます。なんかでもこの白か水色か分かんなくなる現象が始まっとってね、これは何色なんだってなってる。そう、いい感じに。確かメイクみたい、そう、足していくって、バランス見て足してってみたいな。冷えて体調崩さない、うん、多分ね、そんなにいっぱいつけるタイプではないはず。なかなか難しいね、目の輝きを入れるのは。なかなかのレベルが趣味ないっすか？趣味か。趣味ね。したいなと思うけど、何個も作る時間がないかも。でもね、好きなの、作るのは。そう。こんばんは。ハマりそう。でも前からね、作ること自体は好きだったのよね。
これがうまくできたらハマるかも。これで下手くそにできちゃったらもういやーってもうダメだってなって、もういいやんってなる。3日で、そうだね、結構早かったもん。なんか集中するとやめられなくなる性格で、なんか一回始めてしまうとこうおりゃーってやっちゃうのよ。だから早かった、ここまで来るのが。こんばんは。セミアテルチダン、そうだよね、大丈夫、ちゃんと、ね、ダンスの練習しなきゃいけないから。集中するとやめられなく、夜中の掃除、めっちゃすごいじゃん夜中に。あ、でも分かるかも。なんか私なんか寝る前に掃除した方がはかどる、私も。でも寝るの遅くなっちゃう。気分転換、でもうん、なんかアニメ見ながらとか。今光が急にスイッチ入る、わかる。でも入るまで遅いのよね。ヤンマガグラビア100日に縮めた、ありがとう、感謝感謝。そうだね、11時ぐらいまでには完成させたいね。11時とか、アニメ見ながら、指にさ、そうアニメとか見ながらやってるから指に刺すの。ちゃんとでも手元見てやってるよ。なんかさ、なんかを作業しながらアニメ見るときは絶対になんか一回見たことあるアニメをつけるんですよ。そしたら大体わかってるから耳で聞いて作業したりします。なんか一回も見たことないアニメを開いてしまうと集中しちゃうから画面に、そしたら手を見なくなるじゃん。よし、今いい感じに、もうちょっと輝きがいるかもしれないけど一個目の輝き入りました。いや、そう思うかね。なんかいろんなことを一気にしたいタイプで、なんか本当になんでって思うと思うんだけど、スイッチのゲームをしながら、スイッチのゲームをしながらアニメを見ながら、あ、ん？その2個ぐらいか。そう、スイッチのゲームしながらアニメ見たりするんですよ。そうみんなそうなんかな。なんか何かをしながら何かをしたい。セリフが流れてるやつか。あ、そうだね。もう複数、そう同時に何かをしたいみたいな。フラフープをしたい、そう私の特技もそうだよね。配信しながらゲームして、そうだね、なんかラジオ感覚でね、ゲームしながら YouTube で。あ、よかった。そう、でもその両方しても結構どっちかが抜けちゃったりするんだけど、配信見ながら配信みたいですアニメ2倍速。あ、そう、一時期ね、私アニメね 1.5倍速、2倍速はさすがにやってないけど、私一時期アニメ 1.5 倍速で見てたんですよ。なんでって感じよね。けどね、
なんかテスト期間中とかにさ、いつしてたかな、あれダンスを覚えてる時だったかな、ダンスを覚えたいけど休憩時間にアニメ見たいことがあったんですよ。でもそのアニメって24分もあるから長くて、24分の休憩時間は長いなって思った時に 1.5 倍速にしちゃえば時間短縮になるなと思って、それでそれで見てた一時期。1.5 倍速ね、 1.5 倍速は本当に慣れるとそれが普通のように感じてきます。そう、推しの子ちゃんたち1話長いもんね。1話長いから、あれだんだん早くなってきたかも。YouTube 早くして見てるの？いいね。YouTube か。ドラマの倍速やしてるけどアニメはさ、でももう今は本当アニメはしてないですね。そのまま流し普通に。スイッチで遊びながら出川さんの充電食べ、え面白いよね、あのスイカのやつ。ジャンルによって倍速と、あ 1.5 つに使える、すごい。じゃ意外とさ早く見てる人多いんだね。今日する心2倍だ。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。ちょっとよくわからんのだ、早く歌ったら難しいんだね。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。なんかわからんくない、なんか難しい、なんか何を歌っとるのかわかんなくなってきた。早く歌ったら肩の力が抜けた。ちょっと待って、めっちゃ音痴になった。肩の力が抜け、早く歌うと難しいな。早く歌うとなんか音程難しい。抜けた抜けた、2倍設定のまま MV 流って、あこんな感じ。好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ。でもこんな感じになるよね多分。私も音楽はまだ2倍速は、倍速ダンスはね、でも ST の曲やったら頑張っていけるかも、やっぱ踊り慣れてるものやったら。けど習ったばっかの歌を倍速にしたらもううわーって。高めになるよね倍速にしたら。倍速で公演とかしたらどうなるん、もうみんなゼハゼハなってそう。QR は反応せんね、もう普通のでも精一杯なのに。それは大変やな。ハサミが欲しいよ公演するのちょそれ。確かに、だって2倍速にしたらね半分ぐらいの時間で曲が終わっちゃうから。
いるのかな、音楽2倍速してる人にはまだ出会ったことないな。昔リリーベで3倍速でパフォーマンス、すごい、めっちゃ速そう、3倍速オオカもやりたい、ノエマ、ノエマは無理あ、2倍の曲数だね、確かに。なるほど、もう終わる頃にはメンバーがぶっ倒れてやばい、ノエマも倍速でやったらもう、できるんかな。無謀3倍、無謀かってもう分からんくなりそう、自分の動きが今どういう動きをしているのかが。よし、誰の拳、もう普通にね、下手れんのね、成功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 ってとこはもうね、その倍速2000でも早いじゃん、結構もうあれやばいもうリズム合わんかもしれん、難しすぎて。バンバンバン、セリフやばいね、僕は下手だって言われてきた、自分も下手だって思ってきた、ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかなそうだね、ファンの人もその分コール2倍になっちゃうよ、いける、言いたいことがあるんだよってめっちゃ早く言わんといけない、そうだよ、メンバーも難しいけど、ファンの方もちょっと大変というか、めっちゃ早口で全部言えないこと言えない確かに、ちょっと一回やってみたいけどね、一回でもう無理ってないそうやけど、一回やってみたい、倍速公演どうす。でもさ、めっちゃさ音楽早いのにさ MC で急にゆっくり喋りだしたら変な感じしそう、逆に。じゃーん、みんなと話している合間に目の輝きができました今アズミンの上だから、アズミンに高速でぶり、あの萌えゼリフしてもらうの今んとこなんか可愛いよ、ちゃんと怖いとかじゃなくてちょっと可愛い、じゃあ次はここをちょっと埋め込みます、このなんかめっちゃ可愛い、やった、喋りながらできてる、本当よかった、なんか黙っちゃうのが申し訳ないから、喋りたいからもういっぱいコメントしてね、もうももちゃんの集中を見守ろうという、もういっぱい喋りながら一緒にやりたいから、花花これ花なんかな、ももんがちゃんどう思いますか、花だと思いますか、これはよく分かってないんだよね、ももこ、モガちゃんのこの部分、鼻かな鼻なのでしょうか、器用、本当でも私絵も下手やし字も下手で、本当にね大体こういうの下手なんですけど、鼻に見える？じゃあ鼻か、
鼻だったのか、なんかあのあれかと、なんか影、なんかの影かと、いや分かんない、なんだろうってずっと思ってた。結構縦に干すの才能が、そう才能開花してるかも前、うん、プロフィールの時に入れれるかな。でもなかなか見あ持ってくることはできるけど、見せるのむずい、時間かかっちゃうから。そう、ここ色が違うんですよ。こういう感じで水色になっていきます。ここだけ3色で、そう3色で済むんだよ意外と。あ、ピンクも一応あります。ここにほっぺが、もうここの線は大変やから、今日はこのピンクのほっぺしたら、線はあとは自分でつけようかな。もうめっちゃ時間かかると思うけん、ここの線が。ほぼ完成じゃん。線はマジック、線も今のところはこの黒のこれで作ろうって思ってます。難しいかな。はい、キューさんがつけ、え、うまくできるかな、人にあげれるほどうまくできるか。でもマイケルさんもモーマンが推しなんだよ、一緒なんだよ。そう、あ、そう、これが口。なんかかわいい。どれぐらいまでやろうか。こんな感じかな、もうちょっとかな。今日ね、ガチャガチャ、なんかあの光るやつのガチャガチャ、光るガチャガチャのさ、光るガチャガチャっていうのおかしいね、なんかあのハピダン V のあのライトみたいな、ハピダン V のキャラクターちゃんが光るみたいなガチャガチャを前やって、その時はバツマルくんで、今日も挑戦してみたんですよ。ペクル出ないかなと思って、であとペクルとサムくんが出るのを待ってて、そうどっちかが出たらいいなみたいな感じで回したんですけど、そう青だったから、おサムくん来たかなと思ったらハンジョドンだった。ハンジョドンも好きだからね、嬉しいんですけど、ハンジョドン可愛いからけど、ああげれるかなって思ったんだけど、渡せれるかなって思ったんですけど、そう違うかった。サムくんじゃなかった。そう、ハンジョドンも青い、そうカプセルが青かったん、だいたいピクルとかはそう黄色なんですけど、ハンジョドン好きは私は本当ナナさんのイメージがすごいあるんですけど、 STU のメンバーは誰が好きか分かんないんだよね。ケロッピは出たじゃない。ケロッピ出たらカリンさんとかに渡したいなって思ってるのけど、それも出てなかった。え、でももう本当にね、今回のめっちゃ可愛かったよケロッピちゃん。いつも可愛いけど、今回のケロピちゃんすごい特に好きだった自分。でも出てない。出てないんだけどね。マガ好き、マガ好き。
ケロッピ祭り、見た、あかりんさん生誕祭っていうのかな、ちょっとすごいと思って、めっちゃめっちゃケロッピがドワーって並んどって、すごいってなった。めっちゃすごい、あんなに集めるの絶対大変なのにさ、すごいなって思って。あれは負けた、すごかった、すごかったよね。なんかアニメの推しとかキャラクターの推しの生誕祭したことないから、してみたいな自分も。にゃん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 、もあれランダムのやつをめっちゃ持っとったよね、すごいなと思って。ランダムなのに、わそういう企画したら確かに面白い。誰のせい、何の生誕祭しようかな。アニメごとになんかこのキャラが好きとかあるから困ってる、アニメとかキャラクター。ハサミが欲しいよ。ハサミチョキンチョキンしたい。これめっちゃ調整するのが難しい。ちっちゃくちっちゃく。でもいい感じかな。このちっちゃい眉毛が何かわからないものをつけていきます。大丈夫だよ、ありがとう。手でもプチってできるの。そう、これあなたは何なんでしょうか。本当にこのこれをねつけたいんですけど、意外とちっちゃすぎて、今使ってるのこれよ、もう見て、何これみたいになってる。じゃん、こんな感じなのね。くま、そう、あ、もうほぼ見えなくなった。ちっちゃすぎた。もうなんかもはやなんか点なんか点になった。全然もっとちっちゃくしすぎちゃった。さすがに、さすがにちっちゃかったね。ね、ほくろみたいになっちゃった。なんかさ、こういうさ作業しててさ、うまくいかんかったら「うわあ！」って言いたくなる。今その状態に陥ってる。なんか「うわあ！」って言いたい状況に。でも今いい感じに来ました。なるよね。うわあ、もう無理だー、うわあみたいな。今乗ってる。あ、そう、一回窓開けて今その状態。また後で調整はできるので、今はある程度できたらよしとしましょう。うわって言ってうわもんがちゃんいい感じでしょ。
ピアノうまく弾けない。ああそうだよね、なんか私もダンスできない時とかもなる。ステップとかよくわからんなった時に、なんやこらーって言いながら、なんかまあイヤホンしてるからちょっと耳痛いよ。私結構うわーってなるかもよ。耳以外もう痛いってなっちゃうか。ももちゃんのレッスン風景、もものレッスン風景なんか、なんだろう、なんかなんて言うんだろうな、ももかのレッスン風景か、どんな感じかを自分でもあんま分からんけど、なんやこりゃ、なんやこりゃ、ウルラナのオンラインで、雨大丈夫だよ、ありがとう。動画はいつもね、レッスンの時はね、あるんよ。なんだっけ、後で見返せるように、そう、独り言言いながら、もくもく、覚えてる時は独り言言ってないけど、休み時間とかにメンバーと話したりとか、教え合ったり教えてもらったりみたいな感じなんだけど、でもね、こんな感じかな。それ朝は、朝のレッスンめっちゃ眠たそう。私もうなんかあーって目開いてない状況から始まって、覚えなきゃって思うじゃん、体が。だから覚えなきゃってなって頑張って目を見開いてる感じ。いつも動画は撮ってるんですけど、後ろ姿ですね。顔とかは映ってないんだけど、そうポヤです。めっちゃその前の日とかが、その移動が多かった日とか、ちょっと忙しい日やったりすると、すごい次の日の朝レッスンの目が開かなくて、じゃーん、STU のフリボイは先輩が、ああそうなんですよ、AKB さんの曲とかやったら違う場合もあるんですけど、 STU の曲やったら STU の先輩方が踊ってる動画を見て覚えたりとか、今はまあ大体 STU の曲だったら覚えてるんだけど、最初の頃は特にね、先輩を見て覚えました。かわいい、やったね、今のところうまいです。なんかほっぺすぐつけれそうだから、ほっぺつくら、誰のが、誰のっていうかね、みんなで踊ってるあの動画を見ることが多いし、なんか立ち位置とかって動画で覚えるの、振りとか立ち位置は、振り入れしてくれるから、でもレッスンの前に事前に作るみたいな、あ、作る、ちょっと待って、今ちょっと待って、やってることが2個ありすぎて、だって変なこと言った、何言ったっけ、もう一回今あれ何言ったんやろ、私作るじゃない、今何の話とったっけ、ミックスしちゃった今そう、なんか一人が踊ってる動画じゃなくて、あ、立ち位置とかっては、あの立ち位置表があってですね、そう振り入れもそのしてもらえます。たまに、でも大体あの自分で先に
サビの部分を覚えとったり、動画はちゃんと見とってって感じやね。ちょっと今やってることと話してることが混じってしまいました。そう、振りで作る、振りでは作ってない。間違えた。今何を言っとるのか自分でもわからなっちゃった。そう、立ち位置表で覚えたりするよ。振りは教えてもらって、複数ポジションは結構混ざる。そう、ごっちゃになっちゃった。え、かわいい、やばい、めっちゃかわいいね。ももが一瞬そう振り付け師になっちゃった。振り付け師じゃないよ、振り入れの時に全部覚えるの。え、でもももは結構時間が経たんと踊れるタイプで、そのパッと習ったことをパッと完璧にできるかって言われたら、それができないタイプなんですよ。全くできんとかじゃないんですけど、完璧にはできなくて、それで、そう、あ、それももう振り入れの部位にいるよ。例えば、ヘタレタチオとか花は誰のものとかやったらおるし、と僕らの春夏秋冬とかいて、誰が振りで早い、誰が振りで早い、多分なんか2期生だったらなんかいつもメンバーに教えてるぐらい早いのはさこちゃん。私がさこちゃんに教えてもらってます。めっちゃ教えてもらってる、早いんよ。そう、でも私もこれでも結構早くなってて、本当に前と比べたら全然早くなりました。前は振り入れが遅くて悩んでたんだけど、本当にそう、最近はね、本当私も結構踊れるようになってきたのよ。さやは早いと思うよ。みんな早いです、結構。なんか私みんなのこと見てて、あ、めっちゃ早いなって思うし、なんかそう、早く覚えとか教えて、いや、なんかね、休み時間とかに教えてくれるんよ。そう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 、先生が教えてくれるけど、あ、先輩、先輩ありがとう。MC でそこちゃんに頼ってるため、あ、そう、なんかあったと思う、誰かが言っとったと思うんだけど、もうなんかめっちゃ早くて、それが振り覚えが、もうだからすごいなって。そう、そう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 、でもももは結構事前にある程度覚えたりもします。じゃあそっちやったら結構踊れるようになるから、ちょっと不安やなとか思うときはある程度覚えていったり、僕恋公演あったじゃないですか。で、僕恋公演がほとんど振り入れがなくてですね、本当に自分で覚えるスタイルで自分で覚えて、でちょっとだけなんか歩行みたいなものがあってダンスの先生に見てもらうけど、もうそれは覚えとってきてねみたいなやつだったね。それがすごい大変で、もう無理だって思っちゃった時期も多かった。いや、無理だってめっちゃ思ってたんですけど、なんとかいけましたね。意外と頑張ればいけちゃいました。じゃーん、今ほっぺが完成しました。それは大変でもね、そんなことはあんまりないんです。そのたま、本当にいつもは振り入れが多い。 MC で、そう、先輩も褒めてくれてよかった。チーク、口だね。口作ったらもう大体モモンガじゃない。もうここの線はもう後で付け足しとくね、自分で。
え、結構うまい。どうしよう、才能あるかもしれない。もっかちょっと才能があるのではないでしょうか。これで口失敗したらいかんけど、口ね、なんかうにょうにょうしてるから難しいんだよね。あ、ここの眉間の点々もあるね。なるほど。特にね、結構才能ある？嬉しい、よかった。こんな、めっちゃええやん、ほんと？やったねー。5点を入れます。見せびらかしたくなる。嬉しい。そんな、私さ、こういうの苦手だから、大体。へへへ。よかった。得意なものが一個あってよかったよ。せんちゃん、こんばんは。こんばんは。よし。プロフィール欄に書けるかな。僕のももがちゃんが書けない。逆に見たいよ、でも。見てみたいよ。今この点々がね、ももがちゃんあるんですよ。これ、この点々を入れて、細かい数字を向いてる。え、どうなんだろうね。自分でもそんな考えたことないよね。口だね。あとは口。編み物か。ちょっと挑戦してみたい気はあるけど。かわいい。ペンギンかわいい。洋楽バカおじさん。ペンギン、ペンギンこれじゃないね。なんだろう。ペンギンありがとう。ゆういちさんハートありがとう。まぼろしさんライフありがとう。ぼんちゃんてっぽうありがとう。ありがとう。ももまささんペンギンありがとう。まりんちゃん、まりんちゃんてっぽうありがとう。くまちゃんもありがくま、くまくまありがとう。マフラー作って。じゃあ夏でも、その夏でもつけてくれますか、もうかのマフラー。他のマフラーさんつけてくれますか。あともうちょっとでできる。夏倒れちゃう。マフラーとかでも作ってみたいなとは思うけど、なかなか難しそうよね。でもなんかそういう編み物とかも楽しそう。マフラーも手袋もセーターも、え、もうやばい、倒れちゃうよ。もうお疲れ様です、お疲れ様です。マフラー作ってくれたらサウナに燃えてく。いや、もう倒れちゃう。ダメだよ、ダメ。
ね、ここからが勝負だよ本人以上に周りが、そうだよ、心配しちゃうよ。くわめっちゃ難しい作業してる気がする、今とっても。こんばんは。おりゃ。今窓で叫びたい。今窓で叫びたいもんか。今こんな感じ。今こここう。とってもヒーって感じ。気持ちです。モーカの気持ち。ウサギの声、うわぁぁぁ、いやもうやばい、耳がもうみんなの耳を壊してしまってしまう。なんて叫ぶ、もうなんて叫ぶかな、つけリーゼントみたいな。体がムズムズするもん、こういうなんか単純作業っていうか細かい作業をやってたら。でもこれなんかお母さんに最初先に下書きしたらやりやすいんじゃないって言われたんですけど、意外と下書きなしでもモモンガに見えてよかった。難しい、ここめっちゃ変な動きしちゃった。今ヒー状態してる今ってないもう、ここの丸さを再現するのが難しすぎて、今うわってなってる。まあ落ち着そう。オッケーオッケーって。こんなに足バタバタしたくなる作業あるんだね。もうなんかうわーって感じ今。こんな細いのを使って。ここまで丸くないんだよね。そうだよね。難しいよ。とりあえず刺してみようぜって。あ、すごい、応援してくれてる、優しい。
ありがとう。頑張るね。ここまで来たら口完成させたいよねっていう。心の乱れが見えてる。じゃん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 。じゃあ合ってる？じゃじゃん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 。違うっけ？じゃんじゃんじゃ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 んじゃん。忘れた。じゃこれ上山くんやつやっけ？あれ忘れちゃった。これ好き。じゃんじゃん。ピッ。これいいよね。私が勝手に好き。反抗してくれる？私小学生の時ちゃんと行ってたんだよラジオ体操。意外でしょ。昔は早起きだったの。そう。よし。今を絶対今ねラジオ体操ありますって言われても絶対に行かない。でも行った方がいいな。分かってる。一回も行かなかったの。嘘。私はあの500円のさ、なんかあのどうし、あのなんだっけ、図書カードがとても欲しくて行ってました。そう、昔は早起きで朝の6時に行って、で朝の6時に6時だったっけ、何時だったかな、行って図書カードもらえた。シュートエースキレキレのドリル、すごい。私もう忘れちゃったよ。いやいや言ってた。でもお母さんとか行きなさいって言うよね結構あのラジオ体操。図書カードもらったよ。500円券やった気がするけど難しい。まあやってみよっか。その年からその漫画に変わりましたとさ。でも私中学校、小学校の高学年から中学生までめっちゃ本読んでたんですよ。意外でしょ。めっちゃ好きだったの本が。でもねもう休み時間というものとか読書タイムというものがなくなってしまって、もう高校からみんなと会うのが楽しくて。そうなんだ、すごい。漫画本じゃないよ。漫画も好きだったけどちゃんと小説を買ってたんだよ。思うか。読んでた。何読んでたかな。なんかね、何読んでたんだろう。なんか推理系の、その小学生の時読んでたのはなんか推理のやつだった気がする。探偵ものだったかな。探偵もの。いやなんかもっとなんか大人の探偵系じゃなくて、動画、そうね、最近私の動画ばっか見ちゃう。本当にあの小学生のやつの小説をその小5とか小6で見てたのかな。
何みんなが言ってる、でもなんか見たことある気がするけど読んだことない。そう、子供向けのなんか小学館みたいなやつだね。私がウォーリー探すやつではないけど、そうウォーリーを探すやつではないけど、少年探偵団、なんだろう、なんかね、探偵ノートどうちゃらこうちゃら、探偵ノートだったっけな、なんか解決ゾロリめっちゃ読んでる子いた。しずくちゃん好きだったんだよね。いやー難しい、どうしよう。のんたん懐かしい、のんたん、のんたん歯医者さんに会ってね、もうちっちゃい頃行ってた、そののんたんの見てた。ちょっとこんばんは、こんばんは。口が難しくて解決ゾロリ読んでた。私なんか、ね、しずくちゃんと、あとなんか歴史のさ漫画みたいのあるじゃないですか、あれも好きでした。あとはのんたん、そのんたん分かるよ大丈夫。あとはなんだろうな、何見てたかな私。階段レストラン、グリとグラ読んだことあるんかな私。あると思う多分。でもなんか絵本はね、なんか100回のどうちゃらこちゃらみたいな本が好きだったな。絵本何なんだろうね、あれは。100回なんか階段がだんだん登っていくやつみたいな。はい、ありがとう。モグタン？モグタン知ってるかな？モグタン。絵見たらわかるかな？100万回生きた猫見た。腹ペコアオムシも好きだよ。そう、口ができない階段レストラン読んでたの私も。絵本はいつまで、いつまで読んでたんやろ。でもあんまりもうね、ちっちゃい頃絵本読むタイプじゃなくて、もうひたすら走り回ってる子だから、なんかそんな絵本を欲しがらなかったし、なんかお母さんとかに読み聞かせしてとも言わなかったんですよ昔ね。だからなんかあんまり絵本をすごい読んでたわけじゃないかも。有名なやつとかは小学生になってちょこっと読んでたけど。そう、絵本を読んでほしいって頼む系の子供じゃなかったのよ。そう、走り回ってた。そう、走り回ってたから、寝る前に読んでもらってなかったの。なんかそう、なんかそんな絵本読んでほしいとか思わなかったの。読んでくれるやろうけど、そう、1個できた。あともう1個これ作れば。そう、ワンパクだったからね。そう、今じゃ考えられんぐらい自分がアウトドアで、今もどっちかっていうと インドアでもないし、
ね、どうなんだろう、アウトドアなんかな今も。すごいわかんないけど、アウトドアなんかな今。すっごいでも今よ、今以上にわんぱくだったのね。私ってどっちなんだろう。釣りはアウトドア、そうだね。あ、フッカルではあります。完成しました。あとちょっとで完成します。人見知りなだけでアウトドアっぽい。ぽいかな？あ、そうなんだ。アウトドアのイメージ。急な誘いにフッカル、え、そう。急な誘いにフッカルなんだけど、そう。お迎えとかをお願いしてたらフッカルになれないけど、でも、それでも、だいぶフッカルな方ではあると思う。もうなんか常にアウトドアの人ではないけど、多分どっちかというとアウトドア寄りの人かな。そう、お祭りとかそういうイベントごとが大好きなので。虹追いかけてたのは結構前の話だぞ前の話だぞ。今はもう追いかけてないからね、さすがにさすがに。壁に落書きももうしてないからね今は夢を、今はそうです、夢は追いかけてるけど、うん、虹はもうです。そう、でもファンのみんなは知ってるじゃん、その話。でも多分ね、意外とさ MC とかでその内容の話ってあんまできないのよ。まあ一応悲しいっていうか、まあね、そうだから意外とメンバーにね言ってない気がするんだよね。もう「よろしい話」ではないじゃないですか実際皆さんも虹を追いかけないようにしてくださいね。じゃーんちょっとこっちが太いな。これは直すとして、じゃ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 ん。ちょっともうちょっとだけこっちをちっちゃくしますね。かわいい？うまくいってる？ちょっと後で直します。じゃん、どうでしょうか。え、すごい？もうちょっとちっちゃくしてな。じゃーん。全然、あ、めっちゃついてる黒の毛玉さんが、ごめんね。私が。じゃーん。チュルチュ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 
もうこれでとりあえず後でやります。かわいい？嬉しい。完成しました。イエーイ。めっちゃ上手に作れた気がする。できました。赤ちゃんももが確かにちっちゃめだから赤ちゃんももが感がある。赤ちゃん、ルン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 。スイパライメデキ求めて欲しいと思ってくれるかな。これこう時間かかったんだけど作れました。なんとかキーホルダーにもできるんよ、ここ開けて。けどちょっと汚れそうで今んとこ飾りたい。いろいろついてる毛玉さんが並べてさ飾りたい。目が真ん中寄りしてる。確かにちょっとちょこっと真ん中寄ってるかもね。端をちょっと足してもいいかもしれんね、後で。こうちょっと手でねこうやってしたらね、目がおもちゃに似てる。本当こんなつぶらな瞳できてるもん。でも初めてっていうかほとんど初めてのモモンガ作りは初めてか。初めてのモモンガができました。完成。同じ人間が作ったのかと思うぐらいありがとう。うまかった。結構時間かかっちゃったかな。あ、時間かかっちゃってる。トータルで何時間だろう。これ作るの何時間かけたんだろう。5時間とかも、トータル何時間なんだろうね。5時間とかかな。もっとかかってるか。7時間ぐらいかもしれません。またねもうちょっとしたらなんか別のにも挑戦してみたいな。この子ちょっと調整してもうちょっとで、ここの点々点つけて全部完成したらまたみんなに見せようと思います。今日はある程度の完成。なんだもう朝かと一人ごつ焼けたパンにバター抜いて変な子みたいになっちゃうみんなの分、みんなの頑張らんと、めっちゃ食って頑張らんと。かわいいミサンガみたいな。でもミサンガちゃんもミサンガちゃんじゃん
今日やばい、もうミサンガ、もうミサンガちゃんって誰ミサンガよりもミサンガもねできるようになったんだけど、前作ったことによって今はミサンガよりもこのニードルフェルトの方が得意かもしれん。ミサンガ結構ね苦戦したんですよ、私めっちゃ失敗して作り直してから。結構ねミサンガちゃんももがちゃん確かになんか一緒、うん、最後の文字が一緒だ。もーちゃん見て、もーちゃん見てきた、あかん、ありがとう、こんな嬉しい。よかった、うまくできて。この後はダンス練習そうです、これで没頭せずにゆっくりダンス練習ができる。もうちょっと直したいとこはいっぱいあるんだけど、スーパーライベント、もう出ていいかなどうなんだろう、ダメですって言われちゃうかな。ミサンが得意って、なくしたのダンスでしょ、ホワイトホワイト頑張る。ちょっと私の工作に付き合ってくれてありがとうね、みんなありがとうね。桃が完成&山が途中経過5位おめでとう、ありがとう。あ、19日に直接会える感謝を込めて、おお、ありがとう、ありがとう。19日に待ってます、会えるの楽しみだ。じゃあ楽しみにしてるね、書くよ、ちょっと待ってな。ありがとう、めっちゃ可愛いフラミンゴ、可愛い。この子もセットで写したいな、スクショしてもらうときに。ありがとうわです、ピカンゴジさん、ありがとうわ。お疲れ様です、お疲れ様です。これフラミンゴ、これフラミンゴじゃないの、どうなんだろう、違うんかね楽しかったってよかった、みんな。ミサンガ、あ、この子にも巻くの、フラミンゴの毛、フラミンゴ、私前フラミンゴ描いたら悲惨なことになったことを思い出しためっちゃ下手くそになった気がしてる。終わるとこだと、全然気にしんせんで、ほんとそんな気にしなくていいから、逆にありがとうね。チュ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 、19日めっちゃ楽しみ、楽しみ。もうかもね、どんな感じかまだ分かってなくて、そう、フラミンゴリベンジ、フラミンゴ写真を出したらいけるよ多分。そう、
カンニング中、まだカンニングしてない。19日はスイパラのイベントでありまし、スイパラのイベントで、そう、スイパラ公演も行くよ、お、楽しみ。公演来てくれた皆さんも待ってますね。今回は来れないよいう方もまた会いましょう。土平日、そうそう平日、そうだね平日やね。来週かな、始発の、始発なんや、気をつけてきてね。そうよね、イベントやるやったら土日の方が来やすいけど、めちゃ土平日やったね。あ、そうそう、モモのシールセットとかアクリルの完売ありがとうございます。ほんとやっぱみんな土日に行ってくれてる方が多いのかな。リッセンちゃん出た声何回見たこと、え、ありがとう。朝10時から、そう、私朝食ね、そんな食べん方が食べれるかもしれない。忙しい日出てないね、また土日のイベントで会おう。そう、なかなか平日難しいよね。そうね、公園があるからだと思う。平日行けなくて申し訳ない。全然大丈夫よ、大丈夫よ。塾休みは取れたけどチケットが出て、マジか。あら、フラミンゴちゃん難しい、アヒルみたいになっちゃった。ペクル、ペクル大丈夫かな、アヒルにしか見えない、私の目、この目では。山ごみとか、ありがとう。あ、一応揺れたね、今、これ。お話し会の合間の、間の日曜日が仕事で6時、早い。いっぱいお話できるの楽しみにしてる。そう、最近お話し会がさ、とかみんなと会えるイベントがなんか少なくて、これから増えていくんですけど、もうなんか、全然みんなと話せてないの。配信では話せてるけど、やっぱりなんか直接とかオンラインでもそうだし、実際顔を見て話せない日々がちょっと続いたので、なんかそう、物足りない気持ちになったりして、そう、でもこの来週とか今、来週か今週もはみんなとやっと話せるようになったのかな。そう、
振り替えが浴衣の日にできた。あ、よかったよかった、ごめんね。15日って1日中かと思った。そう、6と7時間なの。そう、お話し会が結構近めに2つあるので、15日は2時間なんですけど、そう、やっとなんかね、少なかったんよ、とっても。なんか公演も私あんまり最近なくて。ペンちゃんありがとう。ペンちゃんペンギンありがとう。そうなんや。そうやね、お話し会も次いつか、いつあるか分かんない状態になるんだよね。でも、あ、浴衣めっちゃ、あ、言ったわ、言ったけど、もう一回言おう。浴衣めっちゃ可愛いよ。いや、今家にあるんですけど、あんなしか山中湖なんですけど、そうなの、あの盛りだくさんの3日間で、で山中湖ではお姉ちゃんに会えたらいいなと思ってるし、あの一緒にファンの皆さんと、あの富士山が見えたらいいなって。あの雲がかかったら見えないんだよね。浴衣姿待っといてください。とっても可愛くて、去年はちょっと和風っていうか、そういう感じの浴衣着たんですね。でも今年は、なんかね、淡い感じの期間が、そう、間が空くとすごい寂しいのよ、とっても。そう、この後、そうだね、スイパラで山の中困って、お話し会もあって、四季ヶ原とかいろいろあって、だからそう、やっとみんなと会える日々が戻りそうなんですけど、そうね、浴衣頑張ります。着付けがね、ちょっと思い出そうと思っとって、ミニ丈だかわいいよ、ちょっと大人っぽいか分かんないけど、大人になっても着れるデザインのやつかな、今回は。去年のもいつでも着れるようなやつやったけど、そう、1時間目から、そう、1時間目に写真やけん結構頑張らんといかんくて、それが結構緊張してる。うまくいくかなって。夏楽しみましょう。写真も撮り、お、撮ってね。はい、コージさん、フラミンゴちゃんとはありがとうございます。好きになってくれて本当にね、たくさん好きになってくれてありがとう。19日はたくさん目を合わせて思い出を作りましょう。楽しみだ。もう完全にアヒルですよね、これ。いや、これ一応浮き輪なんだけどもう何かわからんなってしまった。アヒルよね。この最近なんか安否も好きって書いてるから、あの桃が一番でいてね。アフラックのやつって言わはんねん。バレてる、だってここに書いてるじゃん。うさちゃん、アサイかわいいでしょ。ありがとう。くちばしめっちゃアヒルやだって、うわー、内緒、ほんとにアヒル化しちゃった。ね、一回取れたかな。
ありがとう。カンニングしたらもうちょっと取れてる？よかったです。ありがとう。ありがとうございます。あ、てるさん、ハートありがとう。洋楽、バカおじさん、ペンギンちゃんありがとう。てるさん、ハートありがとう。ひだちんさん、ハートありがとう。有丸ちゃん、ハートありがとう。ゴジさん、ありがとう。ありがとうね。トシさん、ブクブクアワーワーありがとう。17日午前中仕事、あら嘘、午後会えますか。もいちゃん、ないが伝えあ、ももがちゃんのスクショタイムする。午後参加できる、で待ってるね。かまたんちゃん、うん、安否はあんなちゃんだよ。お顔も完成しました。顔はね、むずい、待って難しい。むずこの口どってやんの、ってやんの。ありがとう。またかの完全に完成させたらまたスクショタイムして、そしたらまた、うん、でまた見せるので。ライブはできる。では読んでいきます。犬あるある、おつつさん、はたありがとう。ピオネさん、涼しい、ありがとう。読みますよ。10歳のたかきさん、ありがとう。ももがちゃん、よくできました。完成形楽しみしてるの、ありがとう。完成形も見せるね。12位のあざっさん、ありがとう。ももこぐみん、ありがとう。11位のこうすけさん、ありがとう。J のふみあとマーク、うふふさん、ありがとう。9位のゼタンさん、ありがとう。ももが完璧、やったね、100点満点もらいました、ありがとう。Thank you。 J のまっぴゃんのっぴさん、ありがとう。ももちゃんの器用です、ますます魅力得てありがとう。完成ゲームオーカも写真で見るの楽しみにしてるね。お話しかい。7位のドラゴンさん、ありがとう。ももんがかわいい、おもちゃの才能にほれほれしてありがとう。よかった、見守ってくれてありがとう。6位のももかしか愛せない嫁、今日ももかが近い近い、もう寝てる起きて、ありがとう。5位のぼんちゃん、ありがとう。4位のふくちゃん、ありがとう。こもものまに沈んでます、ずっと沈んどってね、ありがとう。3位のとさん、ありがとう。今日リセはももがちゃんに行こうよ、おありがとう、嬉しいこと言ってくれるね、ありがとう。2位の洋楽、バカおじさん、ありがとう、ありがとう。ジーのコージーさん、ありがとう。15、17、19と盛りだくさん、楽しみ。盛りだくさんすぎず、めっちゃ仲良くなろうね、ありがとうありがとう。長くしてほしいもって、ごめん、何も気にせんでいいよ、大丈夫だよ。
本当に感謝だから大丈夫。パチパチみんなありがとう。楽しい配信でした。ありがとう、こちらこそよ。本当メール配信で今日までのとこも、あ、じゃあ待ってる、ありがとう。門が可愛くできて、よかった。今日も楽しい一日をありがとうございました。頑張っていきますね。バイバイ、いつもありがとう。またね。また明日も話そう。バイバーイ。完成待っとってね。頑張る。ありがとう、あやまちゃん。あやまも。ダンス頑張ってね。頑張るよ。たくさんの笑顔ありがとう。こちらこそ。おやすみなさい。おやすみなさい。またね。バイバーイ。おやすみー。